皆さんごきげんよう。マモルとの生活が始まって約半年を迎えようとしている。基本的にはお迎えしてからお利口さんになったけど、まだまだ大好きないたずらはやまない。俺のカメラ。最近はますますビニール袋が好きです。奪われては取り上げ、奪われては取り上げ。まさにいたちごっこを半年も続けてましたが、ついにはビニール袋の中で寝るようになりました。ビニール袋で寝てみな。意外とあったかいぞ。最近のお話をしますと、マモルと一緒に地元に帰省しました。といっても超豪雪地帯の超豪雪時期に行ったので、外は真っ白こんな感じです。わー、銀世界ってか雪降るところの電車って雪に強すぎないか。実家に着くと目新しい階段に爆上がり、登っては降りて登っては降りて、ひたすら地味な遊び。足短いのに意外と上手に登り降りできるんだなと飼い主はびっくりしました。あ、いい感じのゴミ箱だ。両親で顔を合わせてきたので大満足。あ、ぶっちゃけた話 YouTube に上げたのでぜひ見てね。